はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画はね、ちょっと今までにない感じのミステリー漫画っていう感じですね。なんていうジャンルって言ったらいいのかわかんないです。まあちょっとミステリー系、サスペンス系のジャンルだとは思うんだけど、ちょっとね、すごい題材が特殊というか、読んでて怖いんだけど引き込まれてしまうという、一体この話はどういう風に終わっていくんだろうっていうね、そういう感じの漫画です。ね。多分ネットとかでね、結構一時広告ってたから知ってる人も多いかもしれませんが、ね、早速紹介していきましょう。ね、こちら。マザーパラサイト。ちょっともうこの絵がもう引き込まれませんか？僕この絵を見て引き込まれて読んでしまったんだけど、これ面白い。うん。なんていうジャンルとかって、なんかね、言いにくいんだけど、とりあえずね、一回読んでほしい。なんかね、独特の怖さがある。そんな感じの漫画ですね。うん、まあ、簡単にあらすじを紹介しましょう。ね。主人公は、りょうたっていうね、まあ、中学生の男の子。ね。母一人、子一人で、まあ、仲睦まじくね、幸せに暮らしてるんだよね。普通の中学生、一見ね。ただね、この母一人、子一人のりょうたで、まあ、暮らしてる家族なんだけど、家族間の些細なトラブルやミスで怯えるのは、お母さん。なぜかお母さんが亮太の機嫌を伺いながら生活してるっていうね、そんな感じの家庭なんだよね。例えば朝ごはんとか夕飯作ってあげて、魚の骨がちょっとでも残ってたらお母さんがごめんなさいって言ってすごい謝るっていうね、まるで親の身分が低いかのような、不思議な関係だったわけよ。だから子供の方、普通は親が偉くて子供が弱いねっていうのに逆なんだよね。子供が偉くて親がすごい弱いみたいな感じの関係性なんだよね。で、その一方で、同じ学校で、カオルっていう中学生の男の子がいる、同級生のね。で、このカオルっていうのは逆に、過保護な親に、もう何でもかんでもお母さんが全部やってあげるっていうね。そんな親にね、へきへきしてね。でね、なおかつこの男の子っていうのは学校でいじめを受けてたんだよね。で、やっぱりこういうか、いじめを受けてるとだんだん性格が卑屈になっていって、こういうね、いじめを受ける自分の性格は、母親が悪いっていうふうに考えてしまう。うん。まあまあこういうのはね、ありがちなのかもしれないよね。で、まあそういうふうに、このカオルっていうのは自分のね、すごい良くしてくれるお母さんにをすごい鬱陶しいと思ってしまう。で、そんなある日ね、このリョータっていう男の子が、カオルへのいじめっていうのを助けたことをきっかけによってね、このリョータっていう男の子とカオルのお母さんっていうのが初めて会話をする機会が出てくるわけよ。このりょうたっていう男の子はその時ね、ちょうど今の自分のお母さんっていうのが、まあ、ミスをするし、ちょっとお母さんとしてなんか良くないっていう風に思ってるだよね。カオルのお母さんっていうのと初めて会って、カオルがすごいお母さんからの母性を受けてね、受けて育っているというので、カオルのお母さんの方がいいんじゃないかってりょうたは思い出すわけよね。このりょうたっていう子は思うわけよ。お母さんを取り替えちゃえばいいじゃないかと。っていうので、二つの家族っていうのが、の母親をめぐって、このりょうたっていう男の子が、いろいろ思考をめぐらしながら、いろいろアクションを起こしていくっていうような感じの漫画です。まあ言ったら究極の母性に取り憑かれた少年の最高スリラーサスペンスっていう感じの漫画ですね。このりょうたっていう男の子がね、何を考えてるかわかんないから本当に怖いんだよね。よく人間っていうのは何を考えてるかわからない人が一番怖いって言うけど、本当にその通りだなっていう感じで、このりょうたっていう男の子、中学生の男の子っていうのが一体何を考えてるのか、何を目的としてるのかっていうのが、なんかずっとぼんやりしてるんだけど、何かアクションがとかね、描写が怖くて、ついつい引き込まれて読んでしまうっていう感じの漫画になってます。マザーパラサイト、かなり引き込まれるね、作品になってると思います。これサスペンス系の漫画が好きな人はぜひ一度読んでみてください。僕は結構ハマって読んでしまってます。ちなみにね、こちらの漫画はこちら漫画ホットっていうアプリで、こちらね、無料で読めますんで、よかったらこのアプリ落としてもらって、マザーパラサイトぜひ一度読んでみてください。怖い系が好きな人、サスペンス系が好きな人っていうのは絶対ハマると思います。そんなところかな。それではね、今回僕のこの話を聞いて、マザーパラサイト読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。読んでるっていう人はね、下の方のコメント欄に感想を書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。